この記者会見はですね、急遽昨日考えて、とにかく5会場が、終わると、で、タイム関係で、ここが最後になったんですが、ちょうど薩摩川内市の県特委員が昼間あるということで、どういう結果になろうが、ここはですね、ちょっと5会場の面々、そしてその、そこに参加された、鹿児島県内のさまざまな人たちがですね、勢ぞろいする条件がそうで、価値のあるやっぱり今日は状況だと思うんですね。再稼働推進のね、着々と手順が進んでますが、とんでもないと、特に今日の薩摩川内市のね、原徳院の、再稼働、推進のね、陳情の決議なんて許しませんよ、絶対に。だから今日はですね、あんなものは吹っ飛ばすということでですね、ぜひ5会場の参加者、そして関係者の皆さんがですね、ぜひ思いをですね、ここできちんと言うと、それをちゃんとマスコミの皆さんが伝えていただきたいと。いうことなんですね。ぜひちょっと夜遅いんですが、よろしくお願いします。時間は1時間ぐらいで、え長すぎますよ、短い、長い、長すぎる、思いがいっぱいある、事故が複数思われて、とにかく順番としてはまずは今日のね、今日のやっぱり陳情の決議がね、ありましたので、ちょっと急で申し訳ないですけど、まず先頭を切っていただいて、自己紹介から一応全員。仙台原発反対連絡協議会の会長をしています、鳥原と申します。今日は仙台原発の原子力、対策調査特別委員会でとうとう賛成陳情を採択したという、ことになってしまったんですが、今日の一時不識のの住民説明会を残して採択してしまったと、これは本当にね、住民無視じゃないかともう考えてます。それになんでこんなにね早く採択をしてしまわなければならないのかと。それに私たち今日は60人近くね傍聴者がいたんですが、部屋には30人しか入れないということでね、少し揉め、全員を入れるということでちょっと揉めてしまったんですが、間近にとにかく議員さんがどういう発言をするのか、誰が発言するのか、それをみんなが見たいということなのに入れてもらえなかったということもあります。まずはなんで今日採択しなければならなかったのかというのがすごく疑問があるんですが、住民説明会を重視して知事もね判断するとか言いながらね、これじゃ住民説明会はね形式だけだなというのを感じました。いかに浸透という感じです。じゃあ次は日置の、はい、お願いします。さよなら原発日置の会の山下と申します。事務局の方を預かっておりますので、会を代表して発言をさせていただきます。まず日置の会場での説明会は、たくさんの意見があったにもか質問があったにもかかわらず、8時50分を過ぎましたら司会者の方が、県の担当者の指示で早々と会を閉めてしまうという非常にですね、消化不良のものに終わってしまいました。たくさんの質問がありましたが、保安員からはまともな、回答がありませんでした。ただ私としては非常に大事なことを聞けたと思います。それは保安員が、質問、規制庁が、結局法律に従ってやってますと、審査は今から作るものも今から作ろうかなと思っているものも全部含めて審査しましたと
で、出来上がったものは工事計画書や保安審査書と別物で審査しますって言ったので、今の時点で再稼働するのは法律を知らない人がやることだということを彼らがもう自分自身で言ったようなものだと僕は思っています。ですからこの2つの説明会を再度、要求しようと思っているところです。合わせて、6月の段階で日置市の方は住民の避難説明会がありました。すべての項目に不完全、担当者自体が未完成のものですと発言しました。で、いつ完成予定ですかって言ったら未定です。未定のものを完成するのか分かりませんが、市長は完成すると言っています。やはり、今回の審査基準の中に住民の避難説明、避難の計画というのを入れないのは 100% 安全でないと彼らは言っているわけですから、もし起こった場合に住民を安全に避難させるという責任が自治体にはあるはずです。そしてそれを審査する責任が、彼らはあったはずなので、そこの中にぜひ入れていただくようにまた、世論を盛り上げていければと思っています。以上です。それでは次、阿久根の方から。はい、反原発の会、阿久根の竹原です。住民説明会ではたくさんのやはり質問が出ましたけれども、途中で止めてしまう、もう終了してしまう、全く不安の解消どころか不安が高まるだけの説明会です。そして一方的に説明しておいて、それが住民は安全を理解したかのように受け取る趣旨もおかしい、うん、日本ってこんな国だったのかと思います。こんな歴史を作るわけにはいきません。また将来にの子どもたちに残すわけにはいかないとすごく強く思います。本当に許せませんでしたね。そういう回でした。あ、これは何分だったんですか。50分ほどしますでしょうか。それでも全く手がたくさん上がったまんま、ブチッと来た。また司会者も質問者の意見を、私はそうではないと思いますけど、そのようなことを、司会者がポン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 言ってしまう。全く上を待つけれども、県の職員もそれを止めない。でも不規則発言に対しては注意をしますよっていうのを前提としますので、こんな管理された中で説明をしている、説明ではないですよね。一方的に言っただけ、それを理解したという趣旨は全くおかしい、住民無視です。次は薩摩町さんから。はい、野呂と申します。かつてですね、あそこで12年間高校の教員してましたので、ある意味いろんなことを知っている人がたくさんおりました。で、もう今までいっぱい話が出たように、これはとてもじゃないけど、その住民が納得できるような説明会ではなかったと、もう形式だけやったというアリバイ作りのですね、説明会だったなというふうに思っています。疑問を何一つ答えない、原発のその安全性についても肝心なところは言わない、仙台原発のいろんな課題がありますよね。重要免震重量棟であるとか、ベントフィルターであるとか、カルデラの問題であるとか、そういったことには全く答えきらないと。何よりもその避難計画です。私はずっと回りました。出す方も受け入れる方もほぼ回りました。でとんでもないその状況にあります。受け入れる体制も全くない。受け入れる方の自治体には全く予算すらついてないということですので、本当に実効性がない中でですね、この説明会、そしてこの今日の薩摩仙台市の特別委員会の決定なんていうのは、もう普通というか常識的に考えてありえない話だと。順番的にも手続き的にもですね、そういったことを、まあ宮根城では何回も手を挙げましたが、一回も当たらないと。私の周りには知り合いがたくさんいらっしゃって、そこで私が手を挙げても当たらないというやらせの実態を私は実際感じましたので、今日も入り口でいろんなことを申し上げました。座席の指定であるとかですね、やらせの様相がたくさんありましたよということを申し上げましたけど、やっぱりそうかという今回の説明会だったなと。そういう意味では到底私たちは理解納得できませんので、公開討論会をですね、近日中に開いてとことんやろうじゃないかと。それ宮根さんも出てきていただいて、知事も出てきていただいて、各自治体の行政も出ていただいてですね、
とことんやる必要があるというふうに思いました。以上です。それでは、台風のせいで13日から20日に、延期になった今日最後に、ということで、石上さんお願いします。私は発言されたので、ここでそこから手を挙げても当たらなかった人が、事務局長がおりますから、はい、盛んに手を挙げたけど当たらなかったから、不満があると思いますから、事務局長に、どうぞ。説明会の会長からですね、やっぱり意見がありました。で、そして説明をこう規制庁の方がされるにしても、やっぱり嘘というかですね、あのがあったから会場からも何て言うんですかね、9万年の周期とかそういったのは誰も言ってないよとか、それで火山 のモニタリングをするっていうけれども、海の中でモニタリングどうするのかとかですね、最初からこうもう質問とかいうのが出ていました。で、会場の中ではやっぱりこう質問としてはやっぱり全体としてはやっぱりこう何ですかね、疑問というか不満というか不安というかいう声がいっぱい出てました。だけど会場を騒がせるぐらいの勢いというか怒りを持って動いた方もいらっしゃいました。で、質問をする方々への応援の拍手、応援の声援、そういったことなんかがやっぱり起きていました。一番こう大きな、なんかな、もう今日が最後でしたから、皆さん思いを込めて意見を言ったしだろうし、まだまだ十分に時間がなかったわけですね。で、まだこうそういったところでこう応援のところがあったというふうに思っています。本当にこう今回 は一方的な説明であって、今まで従来こう嘘をつきてきたわけですよね。チェルノブイリみたいなことは絶対日本では起きません。5つの壁で守られてますって騙されてきました。で、市長なんかも、一木伏木野市の市長は僕は会場では言いませんでしたけれども、各会場を前振って日本ではこういうチェルノブイリみたいなことは起きませんということを市政報告会でずっと言ってますんですね。嘘だったですよね。で、そういった嘘が今回もまた起きてしまうということがあるんだろうと思います。で、そういったところについてきちっと嘘かどうかということをですね、一方的な説明されたことについてもですね、逆に私たちの知ってる仲間で専門家の方たちではいっぱい問題があるよっていう人たちがいっぱいいらっしゃいます。専門の方たちが、そういう方たちと一緒になって、一緒にこうその同じ場でですね、市民が判断ができるような公開討論会っていうのをやっぱりこうすべきだというふうに今日思いました。で、規制庁は公聴会をしてもいいですよと、公聴会というのは皆さんの意見を聞く場を持ってもいいですよっていうようなことを鹿児島県がに対して言ったんだけれども、鹿児島県知事はそういったことは知りません、やりません、専門的なことは市民の人たちは分かりませんからみたいなことを言っているわけですよね。とてもこう失礼なことを言っているというふうに思います。で、今回 の仙台が今日原特異というんですか、原特異でありましたけれども、本当にこう説明会がまだ起きているにもかかおいているにも、そういった人たちを全く無視した形でこうああいうふうな結論を今日出したということですごく怒りが思います。で、そういったことは思いました。で、まだいっぱいこう知っておいていたかったんですけども、時間がやっぱりない。で、最初 の意見を出した方で司会の人がでこう決まるわけですよね。変わったらっていうのと発言がありました。会場でですね、その通りだと思いました。で、やっぱこう何て言うのかな、当ててもらえないっていうのはやっぱこう本来は説明会が開催されるべき鹿児島市からということで、向原さん お願いします。いや、ちょっと座るところをちょっと見えるように、はい、鹿児島市、鹿児島市は一部30キロ圏内に入ってるんですけども、説明会がないということ でなおかつ鹿児島市からいっぱい、今日の会場にもね、参加されてるわけですよ。ほんで日置に行ったり、あるいはあいらに行ったり、一木口港に行ったり、日置に行ったりね、要は各会場に
夜7時から開催ですよね。とても不便を強いられてわざわざ来なきゃならないというところで、その子を持ったお母さんとかなかなか来れないんですよね。だからとても、そういう意味では不公平な、扱いだったのではないかというふうに思います。でやっぱりその、まあ、鹿児島市は当然人口も多いですし、まあ、風下でもあるということで、まあ、鹿児島市でも説明会も絶対やっぱり、なくてはならないものだというふうに改めて思います。でこの5つの説明会の会場と、まあ、見てきたんですけれども、要はその住民の一番の関心というのは誰が責任を持つんだとかね、あるいは原発そのものはどういうことなんだということ、あるいは使用済み燃料とか、あるいは避難計画とかね、そこらあたりの関心が非常に強いわけですよ。で、そういったことに対しては答えませんということで、あらかじめ釘を刺したりして、ですからそういったことに対する説明会、避難計画に対する説明会とか、あるいは原発そのものについての公聴会、なり説明会、あるいは公開討論会というのは絶対必要だというふうに思います。で、今日、薩摩川内市が原得意で推進知事を可決したわけなんですけれども、なぜ今日しなきゃならないかという理由は一つしか考えられないわけですね。というのは、前もって、決めてたからと。それが、伏木野が、1週間伸びることによって、伏木野の説明会より先に仙台が結論を出さなきゃならんという、そういう、なんか歪んだ形になってるんだけど、その歪んだ形に対応できない、あるいは対応しない、もう最初に決めてたスケジュール通りにやるぞということが、そのまままかり通ってきた。だから、これ全く住民無視ですよね。住民の、その説明会をしてから、少なくとも、ある種の結論を出すべきなのに、説明会がまだ途中なのに、結論出すというのはもう誰が見てもおかしいわけですよ。で、なぜそんなに急ぐのということに対する回答は多分薩摩川内市議会も答えられないと思うんですね。議員の人たちも。で、唯一急がなきゃならない理由というのは知事との事前の打ち合わせで今日やることに決まってたと、それしかないだろうというふうに思います。で、そういうことで、原発の、再稼働、全国あるいは全世界が注目している、再稼働を決めるんだったらとても、これは本当に民主主義の国なのということになるんだろうと思います。で、一番問題だったのは、やっぱ第1発目の薩摩川内市の説明会ですね。もう圧倒的なもう動員やらせ仕込み、もう誰の 目で見ても明らかな、ことだろうと思います。動員のバスが堂々と、会場前に乗りつけると。あるいはその他からのバスも何台も目撃されているということがありました。で、最後の発言者の田中則夫さん、あれはもう総理との仕込みだろうと思います。で、そういったことの、経過のもとにね、その議会が決めると、とてもナンセンスな話だというふうに思います。それで記者の皆さんからの、質問に入る前、ちょっと今日の参加者、いろんなところから来られたと思うので、まずですね、薩摩川内市から来られている方いらっしゃいますか、ね、はい、あとは、日置からいらっしゃいます、はい、あとは、阿久根からいらっしゃいます、はい、あとは、鹿児島市から会場の方、と、はい、いう感じです。それでは記者の皆さんの方からご質問とかあれば。じゃあ同じようにやっても結局、まあ、ダメになるってことは、どういう形でこう、
1回目のですね、呼びかけについては、僕なんかほら間接的というか直接じゃなかったんですけど、九州電力と電磁館で交渉したときに彼らが言ったのは、まだ審査書案の段階だからできませんという言い方でした。だから逆に言ったらもう決定したわけなので、九州電力はそれをやりませんよと出れませんよという理由はなくなっただろうと。県はですね、もう知事の意向が強すぎると。本当だったらこういう重大課題については我々市民団体とも、ね、何か人数制限してもいいですから、やっぱりしっかり語っていくという場所はですね、設定されてもいいはずなのに、伊藤知事は全くそういったことをいたしません。私も労働組合のキャップやったことがあるんですけど、全く8年半にわたった賃金カットが終わった時のありがとうございますの一言もないわけですよ。例えばね、だからそういったことで知事の姿勢というのは公聴会についてもやらないというのを早々言ってるわけで、ネット中継もやらないというのを早々言って、僕なんかがいくら言っても聞こうともしないと。だからそういう意味で本当に建設進めていいんですかということをですね、問いながら呼びかけるしかないのかなというふうに思っています。ですから今回、今日の会話は私の中に入りませんでしたけども、騒然とした中にあったということはやっぱり皆さんものすごい心配を抱えているので、我々の生命と命とですね、暮らしを守る一番の責任者は知事ですから、彼がしっかり私たちの要求を受けて、そして納得のいく説明会、公開討論会ということがもう一番求められると、民主主義の根幹だろうというふうに思いますね。だから実施が実現するかどうかというのは知事にかかっているということです。で、知事さんはなどそれでいいんですかということですね。澤さんが今日説明会5回終わってしまったと。で、後ろにあるようなアリバイ作りの説明会であったとしても、終わってしまって、一つ手続きが、知事側からすると進んでしまうことになる。で、規制して今日、薩摩川内市議会が委員会で採択をしたと。このところ、その非常に急なスピードで、どんどんこう再稼働に向かって進んでるんだと思うんですけども、この動きをどうやったら止まるかっていう、そういう施策というか、なんかどういいですか。はい。私ども規制庁というか、その今度は原子力防災計画ですよね。あれは多分内閣府の所管になってるんじゃないですかね。で、今回のその何て言うんですか、資料の中にも一番最後の概要みたいなところで書いてあるんですけど。IAEA が言うレベル4まではやりましたよと。で、レベル5のその避難計画の部分が抜けてるわけですよね。いわゆる正常の範囲外ということで、多分内閣府の所管になってると思うんですけど、いよいよじゃあ、やるんだったら、この原子力防災避難計画の説明会をちゃんとやってくださいというのは、一番正当な主張じゃないかなと思うんですよね。向こうも断れない内容じゃないかと思います。再稼働するんだったら、この再稼働するにあたり、僕の計画の説明会をちゃんとやれと。ただそのエネルギー基本法の中にその避難計画を謳ってないらしいんですけども、そこはまた住民の声でちゃんとしっかり求めれば、国も動かざるを得ないんじゃないかなと思いますけど。その同じ質問で、その 3.11 の、これちょっと、向原さん、この今のこう、すごく早い流れを、難しいんでしょうけど、止める手立てというか、ちょっとマスコミの皆さんにね、流れを変えるのは。というか、やっぱりその説明会、あれがもうやらず仕込みだったということが、もう明らかになればね、根拠を、そういうはっきりと情報が取れればね。だからそういう通報を呼びかけるとか、そういうこともできるんじゃないかなという気がしますよ。もうそれは要は、こういう形で動いていったら、この、ね、もう再稼働を進んでしまって、こういう、要は、もうきちんとした形で進むんじゃなくて、いい加減がもう力任せであったり、ごまかしであったり、嘘であったり、そういう中で進んでいって、絶対ろくなことないんですよ。ただでさえ危ないのが、そういうインチキを持ってやるっていうのは、もっと危ないことになるわけですよ。でそういう通報がどんどん入ってくるような構造になったら、もう飛びますよね、住民説明会はね。それが一つですね。でいずれにしても、
どういう形で、もう多分県は、県知事はもう一つの A を描いてますよね。今日無理やりこの特別委員会をやった。で、28日何をやる。あるいは11月に臨時県議会を招集して、どうすると。で、もうそれはもう向こうが設計するわけですから、それも、まあ、見取るっていうわけではないですけども、それに対応するいろんな反対運動をやっていくしかないわけですけれども。だけども、一方ではそれに対する反対運動は絶対やっていかなきゃならない。で、その中で、まあ、できるだけ、そのタイミングをどうやって、ね、ちょっとでも遅くできるかということ。もう一つはそういうことをやる中で、どんどんやっぱり世論が大きくなると思うんですよ。いい加減なことをやれややるほど。で、12月には多分仮処分の結論も出ますよね。でそういったことを総合的に見ながら、次にどういう手を打っていこうということをまた議論していきたいというふうに思います。でいずれにしても一歩も引かないということですね。どういうアコギな手を使っても。生中継でやってますね。徹底的なワルですから。私ね、マスコミの人に書いていただきたいのが、今日薩摩川内市では原則 E でね、このアンケートの薩摩川内市の住民説明会の時のアンケートの結果をね出されたんですよ。それを見てね、やっぱり総括しないといけないと思うんですよ。というのは男性と女性の比率が悪い。女性がね、たった4分の1なんですよ。26%。それから男性が 74% ですよね。全然比率が悪いんですよ。というのは、原発に対してすごく危機感を持ってるのは女性の方が多いんですよ。だけれども、女性がこんなに少なかったというのはどういうことかといったら、特に子育て世代が少ない。一番多い人数はね、50代、60代、70代、もちろん60代、私の世代が一番多いんですよ。つまり、時間的余裕のある人が生きているわけです。ところが子育て世代は、子供がいるとなかなか夜は出られないんですよ、7時台というのはね。じゃあ、子育て世代でもね、出られる時間帯を設定なぜしなかったのかということと、それから託児を設けるべきだなんですよ。だからそういうことなんかをね、なんで考えてくれなかったんだということをね、ぜひともね、マスコミ、住民説明会を充実させたいというんだったらね、住民の側に立ったそういった説明会をするんだったらね、そういう場合にしてほしいということと、でアンケートがね、やはり、誘導質問、理解したということにね、結果的にはなるようなアンケートでしたよね。それで選択した項目なし、つまり理解できなかった項目どれですかっていう場合にすると、どこか理解できたかなという感じにね、私はもうね全部理解できなかったにしたんですけれどもね、ですけれども迷ってるうちに書けないと。そうすると理解選択した項目がなかったというのが 52% で、これを理解したと判断するのか、理解できなかったから丸をつけなかったのか、これはおかしいんですよ。だからそういうアンケートの項目の立て方とかね、そういったのなんかをね、やはりきちっと重視しないといけないなと思うんです。だからそういうところをぜひともマスコミの方はね、ちょっとおかしいんじゃないかと、住民説明会の時間の設定、日程の設定ね、それからこういったバランス、もし抽選にするんだったら、うまい具合に男女比率になるようにね、するとか、女性が少ないからもっと女性ね、来てくださいとか、再募集するとかね、そういうことをしてもいいなとは思いましたけどね。はい、以上です。アンケートの字で不思議だなと思ったんですけれども、その Q3 が理解できなかったところを丸するんですが、そもそもあの会場、その説明会の中で理解したかっていうのは、説明の内容が分かりやすかったかっていうふうに捉えられるんですけれども、まず文章の中で安全と思ったかっては聞かれてないんです。安全、これで安全を感じたか
安全と思ったか担保されたと思ったかっていうふうには聞いてないのに、あれで誰もその説明会の段取りだとか文章の良さ、説明の良さ、言葉の良さもそうする、そんなこととこう入りくりするような不思議なアンケートを取ってます。あれで安全と感じたか理解したかっていうのとは全く取り違いです。昨年の説明会で泉の議員もたくさん来てましたしね、昨年の市議会全員行ってましたけど、あの市会議員はね、竹原議員だけなんですよ、質問したの。あと誰も手間あげない。で、その議員はね、横でボソボソ言って、こんな説明聞いてもわからんわ、かって言ってるんですよ。言ってても全然手間ある。だから私は長田捜査やってましたからね、県警出身ですけど、毒まんじゅうを食らったんじゃないかと思ってるんですね。だからまあ本当は県知事を変えるしかないんですけど、現実問題はなかなか難しいですね、リコールもね。だから本当は皆さんの活動をですね、もっともっと再稼働の是非を問うその説明会をね、開くように具体的にもそれを要求していくのが一番じゃないですかね、今。私も同感なんですが、住民説明会は避難計画についての説明会が6月7日ありました。そして今回ですね、2回あるわけですが、最初の避難計画のその時には原発自体に対する意見とか、再稼働に対する意見やら、そういうことは避難計画についての説明会ですのでって言って、全て廃棄する、受け入れられなかったですよね。そして今回は再稼働についての質問などはやら意見は、やめて、審査についてのことについてしてくれということ。でも、私たち、日置市ですが、首長、知事などの判断もだと思いますけど、住民説明会の意向をやはり重視しているというのはもう市長も言っております。やはり住民説明会の意向を聞くって言いながら、再稼働についてのことは何だ、論じられていないわけですよ、2つの説明会ですね。だからそれでは、これで再稼働の是非っていうことを判断するという材料にはこの2回の説明会、住民説明会では成り立たないと、私は思います。だから2回したけれども、この2つの説明会では決して再稼働とか原発を、具体的にどうするということの、話し合いやら住民説明会は何だされていないという結論だと思うんですよ。だったらこれは2つとも成り立たないということではないかと、私は一つ思います。それからもう一つアンケートを取りました。知事は新聞記事によれば、質問時間は1時間30分だったね、1時間で十分だと思うと。だから途中で30分で十分だと思うから、もう切っていいんだというようなふうな質問でしたけれども、30分でどれだけの人が発言できるかっていうようなふうにしたときに、みんな写真もマスコミの皆さんが来てくれた写真が写ってましたけど、たくさんの人が手を挙げてる中でシャットアウトされてる、そういうような現状を見ながらシャットアウトしたっていうことは、アンケートを十分ね、十分精査しなければ、それを精査してどういう意見があってどうだったというのを精査しないと、住民の意見は何だ、分からないと、30分では分からないというののことを言うということになると思うんですよね。だから今からすべきことは、30分では何だ発言ができなかった、だったらそのアンケートの皆さんはそのアンケートにこういう発言できなかったから、こんなことも書いた、こんなことも書いた、だから私の気持ちは伝わるんじゃないかという期待をしてアンケート書いてるんですよ。だったらそれをずっとちゃんと分析する時間と、いろんな見識が今後ですね、
必要とされる。ご会場でどういうアンケートがあって、どんなふうに分析した、その結果はどうだったって、それは十分な時間をと分析力を持ってしないとできない。その2つの点ではやはりですね、非常に不十分であり、今後検討されないと、時間をも使って検討されないといけないことだと私は思っています。まあ説明会については、その設定そのもの、内容も、またそのアンケートのその作り方そのもの、集計も含めて非常にいろんな問題がありますよね。だから本来はこの結果はね、その県が都合よく評価するんではなくて、第三者がね入って客観的に、ね、第三者が分析すべきなんだよ、ということしないと、ね、時間をかけて今の状況を考えるとね、本当に都合のいいところだけつまみ食いして、住民のね理解が得られました、再稼働に進みますみたいな、ね、形になりかねないので、まあ、その方向にどんどん進んでますから、違うぞというのを言っていかなきゃならないんだろうなと思うんですけどね。それでやっぱり県知事はその30キロ圏についての住民の人たちの気持ちはやっぱり気になってしょうがないんだろうなと思うんですよね。本当に無視できるんだったら薩摩川内市だけでね開催すればいいんだけど、そこまでは強行できないということだったと思うんですよね。だからやっぱりこのおかしな、とんでもないその説明会の状況をきちんとその周りにその広めること、参加者の内部だけでやっぱりね、とんでもないっていうことだけで終わらせると、やっぱり直接やっぱり参加してない、会場に入ってない人がね、まあ、何だかよく分かりませんみたいなね、まあ、新聞にね県知事が何か書いてることだけを見てね、ああそう思うかなみたいにね終わってしまうので、ちょっとそこはこれから私たちがどうその結果をね伝えていくのかっていう、ところが重要だなと思うんですね。あともう一つはやっぱり、ごめん、今質問をこっち受けてるんだから、あ、ごめんなさい、どうぞ、村方一応終わってから今の話します。鹿児島市で引き出かなかったっていうのは非常にね、うん、マイナスだ、いけなかった、それはなぜっていうのは他のところに手を散らばらなければいけなかったということも含めて、県となんですから、すべての中枢が鹿児島市にあって、それでいろんな発信をすべてしないといけない、そういう場がですね、やられたりしたら困るんですよ。だから鹿児島市のでは、まあ、そこも、まあ、30キロ圏が含まれるっていうだけじゃなくて、県とである鹿児島市っていうのはきちっとそこをですね、把握して意見、まあ、いろんなのがこうして反映されるようにする義務があると思います。そこを市長がまあちゃんと認識して開かなかったとしたら、それはその認識が足らなかったというふうに私は思っています。まあね、だからこれからね、その質問、はい、よろしくお願いします。